今日は軍大生の1日について紹介します。それでは早速行ってみましょう。1限目は8時40分から。融合型 PBL の授業です。 PBL は社会に実際にある課題をテーマに設定しディスカッションを行っています。融合型 PBL の授業では理系文系幅広く学べます。議論の中でさまざまな意見に出会えることで新たな学びが得られます。この授業ではデータを使ってサービスを提案してもらって、サービスを実現したり問題をさらに深めていくためにはどのようなことを勉強したり研究したりすればよいのか考えてほしいなと。実際のビジネスの現場ではアイデアだけが膨らんでも法的な規制というところにぶつかるということはよくございます。グループワークをしてこれは少し法的に危ないかもしれないと、そういったセンサーのようなものを得ていただく法学の点からサポートさせていただいてます。学部長に直撃してお話を聞いてみましょう。群馬大学の場合には特に人文社会というところが強みだと、非常に熱い学びができる学部であります。その学びの自由度っていうのはかなり広くなっている。情報科学系データサイエンス系のプログラムもあるんですけども、いろんな分野が学べるというそういう学部です。いろんな研究対象を見つけていろんな形でアプローチできるんです。少人数でゼミを行いますので非常に中身の濃い学びができるのかなと思います。文系理系問わず入試もそれぞれ自分の得意とする分野のところでの受験が可能ですので、ぜひチャレンジをしていただきたいと思います。いや、お腹すいたな。すいた、ね、お腹すいた。今日のメニュー何があるかな。今日のメニューね、昼休みに今回は学食に来てみました。曜日によって食堂のメニューが変わります。今日はオムハヤシとイチゴのモンブランにしました。デザート系はショーケースに並んでいると食べたくなってどうしても取っちゃいます。私はジャンボタラカツを頼みました。揚げたてでサクサクでとても美味しいです。群馬大学には多くの研究室があり、 1,2 年生でいろいろなことを学びながら行きたい研究室を決めます。今回は私たちの所属している千田先生の研究室にお邪魔します。少人数での授業で意見交換なども活発に行っています。今までの授業だとやっぱ先生から知識を教えてもらうみたいな場が多いんですけど、ゼミだと自分の担当ページをみんなにこう教える立場になるので、自分ごととしてこういろんな知識を吸収しに行ける、探しに行ける、楽しいなって思いました。私はもともとセキュリティという分野には興味あって研究室に入ったんですけど、いざ入ってみると法律の知識とか必要だったりとか、匿名化でもデータ分析とかプログラミングをできるし、暗号化とかも数学の知識が必要なので、多様な分野があるんだなというふうにとても感じて、研究室のメンバーがみんな興味がちょっと若干違ってるので、そういったいろんな人の興味のある分野っていうのを一緒に勉強できるっていうのがとてもギャップとしてはありましたね。来年次の留学プランもあって、バージニアのある大学に客員研究員っていうような肩書きで行けることになっていて、千田先生のもとでこうセキュリティの基礎知識を学んできたものを生かして、ブロックチェーンをこう存分に研究していきたいというふうに思っています。匿名化ももちろん最初分かんないし、どうプログラミングしていいかも分からないという学生に対してはまず基本的なところを教えて、こうやってやるんだよっていうので、サンプルコードを出して、でそれを実行してみるっていうところから始めて、でこういう動作になるんだっていう、そういうのをこう体験してもらうっていう、そういうのをやったりっていう、まあ、みんななんていうかこうスタートラインがこう違う中で、まあ、それぞれここにそういう感じで教えていくっていう、それで興味持ってもらえればいいかなっていう、そういう感じですね。匿名化技術を競うコンテストでして、学生5名と参加しまして優勝することができました。情報学部なのでもうぜひそのプログラムを好きになってほしいので、すごいこのコンテストっていうのはいい機会だったなと思います。
私たちのキャンパスのおすすめスポットを紹介します。私のおすすめの場所は図書館です。図書館は大学生にとって一番身近で集中できる場所だというところが魅力だと私は思っています。2階がクワイエットゾーンといって、喋ってはいけない静かな空間でいろいろ作業とかができる場所なんですけど、1階は少しの会話とか議論とか話し合いというのはできる場所なので、用途に分けて使い分けることができるというのも魅力だと思っています。私のおすすめの場所はエントランスです。プログラムや学年問わずにいろんな人が集まってワイワイしてます。授業が終わった後とかちょっとした時間に使うことが多いです。コンセントもあるので充電ができて便利です。今日は友達と一緒に実験のレポートを書こうと思っています。群馬大学情報学部では文系理系問わず幅広い分野から学ぶことができます。群馬大学情報学部で待ってます。ぜひキャンパスでお会いしましょう。せーの、次回の東進 TV もお楽しみに。